漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方薬について詳しくお伝えしていきます。紹介してくれるのは一心堂薬局の荻秀之さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて荻先生、今日のテーマは何でしょうか。はい、今日のテーマはですね、高齢者に多い疾患ということでお話しさせていただきたいんですね。なるほど、はい、まあ確かにね、年を重ねると誰しも体に何らかの不調は出てくる、これはもう当たり前じゃないですか。はい、ね、そうですね。どのような疾患がありますか。はい、ちょっとですね、こちらをご覧いただきたいと思うんですが、高血圧症、前立腺肥大症、糖尿病、脳梗塞、難聴耳鳴り、狭心症、腰痛、肥大痛、心筋梗塞、痛風、こういうふうな疾患がですね、高齢者に多い、まあ、主な疾患、また漢方相談も多いということなんですね。まあ、比較的こう 身近な感じの疾患ですね。はい、そうですね。中でもどういった相談多いですか。はい、ちょっとですね、こちらをご覧いただきたいんですけども、特に多い相談となりますと、一番多いのがやはり難聴耳鳴りなんですね。ほう。で、2番目に多いのが前立腺肥大症、尿失禁、まあ、泌尿器の関係の、うんうん、であと3番目に多いのが糖尿病で、4番目に多いのが腰痛、膝痛で、5番目に多いのが高血圧と、やはりご高齢の方に関して言えばこんな感じの順位になってくるんですね。なるほど。はい、確かにこうご高齢になるとね、耳の聞こえが若干悪くなるとか、はい、そういうのが多くなってしまうの分かるんですけれども、はい、耳鳴りが、はい、する方が増えるんですか。そうなんです。で、今日はですね、まずその耳鳴りについてですね、お話したいと思うんですが、うんうん、ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけど、耳鳴りの方にですね、見られるその主な自覚症状5つまとめてみたんですが、はい、どういうようなものがあるかといいますと、上からいきますと、セミの鳴くようなですね、音が聞こえるというふうに訴える方、うん、あとキーンという金属音が聞こえるという方、うん、あと水が流れるような音が聞こえるという方、うん、あと耳がですね、詰まったような感じがする、でまた同じような感じですけど、トンネルの中にですね、入った時のようなこもった感じがすると、こういうふうなことを訴える方がいらっしゃるんですね。なるほど。多いんです。はい、まあ、いずれにしても不快な症状ですね。そうですね、本当そうだと思います。では耳鳴りで悩んでいる方の症例と改善例を紹介していただきます。はい、了解しました。でこちらの方はですね、 1,2 年前から耳鳴りでお悩みの方の症例なんですね。でどういうふうな自覚症状かと言いますとですね、キーンとかですね、ジーというですね、音がですね、でこの方の場合左耳で常にこう鳴っててですね、で耳鳴りがですね、夜にこう強くなるケースが多くてですね、そのためにイライラして眠れないと、して後頭部がその張ったり、であと肩が凝ったりしますと、であと高血圧症でですね、上が158、下が93と高いんですね。で頭痛、めまいが時々起こるということもお話しいただいてました。なるほど。であと体質的な部分としましては、この肝機能が低下してるんですね、うん、まあ、AST、ALT が高いということをおっしゃられてましたし、あとご相談時には血圧のお薬を病院の方からいただいているというようなことをおっしゃられた方の症例なんですね。はい、おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらの方にはですね、サイコカ龍骨ボレー糖というお薬を服用していただいたんです。ほうほう。これは、はい、でこれはですね、精神的なその、まあ症状があったり、あとその自律神経のバランスが崩れたり、まあ、そういうふうな方に使われる、まあ、耳鳴りのお薬の一つなんですね。なるほど。どういった改善をされたんでしょうか。はいはい、まず2週間経った時点でのコメントがですね、うん、後頭部やその肩のこりが改善されてきたんですね。うんうん、はい、で1ヶ月半経った時点ではですね、キーンという音が少し弱くなってきたんです。うん、であとその4ヶ月経過した時点ではですね、血圧が上が140、下が80台にこう下がってきまして、頭痛も改善されたということをおっしゃってました。なるほど。で7ヶ月経過した時点ではですね、耳鳴りがこう昼間ほど気長くなったということ、でまた夜もぐっすり眠れますということ、であと11ヶ月経過した時点ではですね、耳鳴りはほとんど気にならなくなってですね、血圧も安定しまして、頭痛もめまいも起きませんという方の症例なんですね。なるほど。はい、では今日はもう一つ高齢者の方に多い疾患紹介していただきます。はい、はい、続いてはですね、前立腺肥大症についてちょっとお話しさせていただきたいと思うんですね。こちらはどのような疾患でしょう。はい、この前立腺肥大症というのは、このホルモンのバランスが崩れることによって、まあ尿道の脇にあるその前立腺、これがですね、肥大してきて尿道を圧迫して、それでまあいろんな症状、まあ排尿障害を起こす、まあそれをまあ前立腺肥大症というふうに
いうわけなんですね。なるほど、はい、その前立腺肥大症になるとどういった症状が出てくるんでしょうか、はい、ちょっとこちらをご覧いただきたいと思うんですが、症状としましてはまずトイレの回数がですね増えてくるんです、うんうんうん、で尿のキレが悪いんですね、悪くなってくるんですね、うん、で常にこう残尿感があってですね、で夜間もですね何回もトイレに行ってしまうんです。で排尿時にですね痛みや不快感が出てくる場合もあるんですね。なるほど、はい、いやたまらんですね。そうですね、はい、では前立腺肥大症で悩んでいる方の症例と改善例紹介していただきま す, お願いします、はい、了解しました。でこちらの方はですね4年ぐらい前からですねこの前立腺肥大症でお悩みなんですね。で自覚症状はと言いますとですね尿の出が悪くてですねやはり回数がこの方多かったんですね。で常にこう残尿感があってですね下腹部が不快ですと、うん、で体もですね疲れやすくて、で手足は冷えやすい、で喉が渇きやすくて夜も 2時間おきにですねトイレに行っちゃうと、うん、ですから夜間にだいたい 3,4 回は行っちゃうということを言った。いやそれは多いな。多いですよね、はい、で病院の方からはですね前立腺肥大の、まあ、お薬をいただいてますというようなことを、まあ、ご相談時に、はい、訴えられた方の症例なんですね、はい、おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらの方にはですね五社腎気丸というお薬を、まあ、服用していただいたんです。五社腎気丸、これは、はい、でこの五社腎気丸というのはですね、まあ、あの有名な処方として八味丸というお薬があるんですが、まあ泌尿器のお薬で、その八味丸にですねさらにこう水の代謝をですね良くしてくれる五質遮伝子が入った、まあ前立腺肥大の方にですね使われる、まあ処方の中の、まあ一つの処方なんですね。なるほど、はい、どういった改善をされたんでしょうか。はい、まず1ヶ月半経った時点ではですね、あのトイレをこう10回以上行ってたのが、まあ、8回ほどに減ってきたということで、ね、2回減ったんですね、うんうん、で3ヶ月経過した時点ではですね夜のトイレもですねなんと1回ぐらいに減ったんです。ほうほうほう、ですから3、4回からこう1回に減ったということで非常にこう喜んでおられました。で5ヶ月経過した時点ではですね喉の渇きも落ち着きまして改善されてきたんですね。で7ヶ月経過した時点ではですねトイレも頻繁に行かなくても良くなってですね、うん、体がその分楽になったというようなことをおっしゃられている方の症例なんです。なるほど、はい、前立腺肥大に関してはあの男性がほとんどだという話を先生以前されてたと思うんですけれども、はい、そうですね、やっぱり年代的にそろそろ我々世代は気をつけた方がよろしいって感じですかね。そうですね、はい、まあ、本当にあの、まあ、竹本さんも自分も大体同じぐらいの今年ですけども、うんうん、はい、やっぱり気をつけなきゃいけない部分であると思います。なるほど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なお今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。では一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入り口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索をお願いします。そしてコーナーの最後には一心堂おすすめ商品紹介していただきます。はい、先生今日は何でしょうか。はい、今週はですねこちらなんですね。純粋生姜松、はいはい、はい、まあ、この純粋生姜松なんですけども、まあ、これからの、まあ、どんどん、まあ涼しくなっていくと思うんですが、うん、体を温める作用がですね、あの非常にこう強いんですね、うんうんうん、でこの、純粋生姜松どこが違うかと言いますと、薬で使うですね薬用の生姜松なんです、うん、ですから温める作用が非常にこう強いんです。強いですね、はい、ですからこれから涼しくなっていく、まあ、この秋口ぜひ体を温めということでぜひ
と思いまして今日はご紹介させていただきました。これ私も使ってますけどね、はい、すっごい効きますよ。生姜って感じがします。体を温めるってね、いいことですもんね。ガツンとくると本当にガツンです、はい、乗り越えていきましょう、はい、この時間は一心堂薬局の荻秀幸さんにお話伺いました。ありがとうございました。次回の漢方納得相談は来週の火曜日21日に放送します。